深夜の高松駅舎に来ています。今回は廃止されたはずの特急ミッドナイトエクスプレス高松が幽霊列車として実は走っているという噂を聞きつけたので確認しに来てみました。廃止前に発車していた8番乗り場へ向かってみると怪しい8000系の姿が。もしかして幽霊列車の噂本当だったのか。この列車の正体、実はミッドナイトエクスプレス高松号の折り返し。モーニングエクスプレス高松号は廃止されなかったため、今でも回送列車として伊予西条駅まで運転しているのでした。これが私の
知りたいよ君のこと、もっと君のままにも負けないほど ありがとう。お待たせいたしました。今日も JR 四国ご利用くださいましてありがとうございます。特急ミッドナイトエクスプレス伊予最上行きです。停車駅は堺で、宇多津、丸亀、多度津、多久間、高瀬、観音寺、川之江、岩見島、新浜、終点の伊予最上です。終点伊予最上には0時43分の到着です。列車は5両つなぎです。先頭から1号車、2号車の順に一番後ろ、5号車です。自由席は2号車から5号車、指定席は先頭の1号車です。号車番号は出口上で後継地盤に表示しております。今一度お確かめください。お手洗いの設備は1号車、3号車、5号車のデッキにございます。車内は塗料を含めまして全車禁煙です。おタバコはご遠慮ください。携帯電話のご使用はあらかじめ電源を切りになるかマナーモードに設定の上、車内での通話着信音は周りのお客様のご迷惑となりますので、ご使用の際はデッキでご利用ください。ご乗車ありがとうございます。次は堺出に止まります。自由席ご利用のお客様にご案内いたします。ただいまから乗車券特急券を拝見させていただきます。お手元に切符ご準備ください。